program is brought to you by 公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。皆さんこんばんは、折坂優太です。毎週月曜日はセッション折坂エディション、この後9時55分までお付き合いください。ちょっと収録の都合上遅れてしまったんですけども、単独公演うつつが終わりまして、今ぼーっとしているところです。ライブが終わると毎回抜け殻になりがちでございまして、まあライブが終わって直後はですね、夢見心地で過ごして、で何日か経った後にそのライブの録音、配信だったら配信の映像とかですね、それを見て大いに反省してですね、また頑張っていかないといけないなと思いながらダラダラするというのが毎回のことでございますけども、今はちょうどそのダラダラ期でございます。頑張っていかないとなと思いますけど、単独公演うつつ終わって寂しいなという気持ちを込めて、1曲目はこの曲をお送りいたします。折坂優太で寂しさ。Bye.
ッション織坂エディション。改めまして織坂優太です。寂しさでございますけども、こちらはラジオネームじゅんちゃんさんからもリクエストいただいておりました。メールも読もうと思います。織坂さんこんばんは。初めてメールします。東京からエリアフリーのプレミアムに入って頑張って聞いています。ありがとうございます。5月29日の京都のライブの写真を見て、織坂さん足長いかっこいいと思いました。以前上野樹里さんと並んでいる写真でもかなり差があるなと思っていて、それ以来織坂さんの身長が気になって仕方ありません。差し支えなければ教えてください。身長はですね、結構180とかあるんじゃないかと言われるんですけど、意外と177とかですね、確か。ただうつつの時なんかは8人編成でやっていましたけど、バンドになると少し背が高いのが見栄え的に、ちょっとコンプレックスでですね、私の好きなバンドは大体、真ん中が小さくて小回りが大きいという、シルエットのバンドが多くてですね、それに憧れていたものですから、映像とか見て真ん中が一番でかいっていうのがちょっとなんとかなんないかなって思っているんですけど、まあそんなことをね言ったらないものねだりというか良くないと思うんですけど、まあでもこうやってかっこいいと言っていただいてありがとうございます。続いて、ハリボーさん、いつもありがとうございます。先日のワンマンライブを配信で楽しませていただきました。最初から最後まで心が揺さぶられっぱなしのライブでした。五感を刺激されるいろいろな仕掛けも楽しく、皆さんの演奏も素晴らしかった。この大変な時期にいろいろ苦労もあったかと思います。開催していただいてこんなにパワーをいただけたことに感謝です。織坂さんの音楽から確かに生きる力をもらいました。こちらこそでございます。ありがとうございます。続いてジョゼコさん、単独ライブうつつ行きました。重奏の皆さんと風をなだめるような起こすような良い夜でした。なんて素晴らしい表現をされるのでしょうか。ありがとうございます。ライブ前に織坂さんが大切なものを投げ捨てないでとメッセージをくださいましたね。織坂さんのライブ自体が私にとってとっても大切なものですが、自分で決めてライブに行ける自分を大切にしたくて行きました。同じ場所で聞くことができて本当に良かったです。ありがとうございます。なんかやっぱり、まあ去年からですけど、コロナ禍になってからそのライブの意味っていうのも大変大きく変わったなと思っていて、まあ十分対策してるとは言ってもですね、人が集まるところっていうのはやっぱりリスクがないわけではないですから、そういうことも加味して来てくださったというのは、本当にやる方も、見る方もなんかいろいろ含めてお疲れ様でしたと言いたいような気持ちでいます。で、まあ配信だけにしようと、会場はやめとこうと思ってくれた方も、まあライブでも話したことなんですけど、本当に考えてくれてありがとうございます。でもなんか一つ一つの意味とか、今自分にとって一番いいことっていうのをかなり意識的に考えるようになった。なんかまたそこにライブの現場とか、そういう場所の意義みたいなのを再確認する意味があるなと思って、本当はねコロナなしで何も考えずにパーってやるのが一番楽しいは楽しいんですけど、まあいい機会なのかもしれないなと思っています。来てくれた方もスタッフ皆さんも演者も本当にありがとうございました。自分にもお疲れ様と言いたいです。そんなところで、会場時間開演までの間に流れていた BGM はですね、大変評判なんですけど、実は私が編集したのではなくて、マネージャー氏がですね、音楽バカのマネージャー氏が、作ってくれたんですが、その中からいい曲があったので、かけたいと思います。アーサー・ラッセルで
I never get lonesome。 I never get lonesome。 Never in the day。 Never do I worry。 I've got nothing to say。 I never get lonesome。 Nothing to deplete。 Never do get hungry。Got no mind to eat。 I never get lonesome, especially in the night, and you are gone。 I never get lonesome, long as a rooster crows at dawn in New York City, above the rows and rows and rows。 I never get lonesome, devil in the pool。 You know I'm pretty easy, easy to fool。 I never get lonesome, especially when I'm sad。 And when I'm feeling better, I don't feel so bad。 I never get lonesome, especially in the night, and you are gone。I never get lonesome, except when I think of you。 Doesn't matter nothing, nothing that you do。 I keep thinking about you, if you're really far away。 Wondering and hoping, you mean all that you say。 I wish that I was with you, were here with me。 I hear you on the radio, I see you on TV。 I never get lonesome, especially in the night, and you are gone。 番組後半では毎週弾き語りをお送りしております。今日はワンマンライブ単独公演2021うつつデモですね、演奏した曲をやろうかなと思います。これは道という曲なんですが、かなり活動初期の方に作った曲で、これもいろんなバージョン違いのある曲ではあるんですけど、今日はですね、うつつを一緒にやった織坂優太重奏バージョンに近い弾き語りで、ちょっと複雑で申し訳ないんですけど、やってみようかなと思います。一番このバージョンが自分的には力を込めて気持ちを込めてできるバージョンなので好きです。ではライブのことなんかも思い出していただけたらなと思います。織坂優太で道。
ション。セッション織坂エディション。お別れの時間でございます。アルバムを今は何しろ作っています。この前のライブも経て、また自分的にも心境も変わってきたところがあるので、なんか歌詞なんかもちょくちょく直しながら歌入れをやったりしています。ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。中野よしえ先輩のですね、ソロアルバム甘いが6月30日にリリースになります。その中で街空という曲で私は歌唱とエレキギターで参加しておりますので、そちらもチェックいただけたらなと思います。フジロック8月22日3日目に出演いたします。それと8月29日にはスイートラブシャワーでも演奏いたしますので、よろしくお願いします。皆さんからのメッセージはデート FM ホームページのリクエストから、この番組を選択して送ってください。お待ちしております。明日のこの時間はワトインの皆さんが担当します。それではまた来週。ここまでのお相手は織坂優太でした。 This program was brought to you by 公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。I'm not afraid.